お肉食べてました。お肉,お肉食べて。<ー>玄米とかにしました。ああ<ー>。うん、新さんもね、体作り。され僕はもう何の参考にもならないです。もう究極すぎて。な何の、ささみ?。何の、き、もう何の参考にもない。そうじゃん。言<サ>ったで。そう、ささみ。さの量が、冷蔵庫の中にえげつないぐらい。<laughs> いや、あの、その、それこそジョジョの時に、神木隆之介と山崎賢人と。三と人で。スーパーに行ったんですよ。そしたら、ミキティ、その神木隆之介が。 マッケン全部買ってあげるって全部肉をカゴに入れ始めてそれを歩いて家まで持って帰って冷凍庫冷蔵庫パンパンになったっパンパンにらささみでささみを食べるお肉だったらささみ食べるのがいい,いやでもね美味しく食べてほしいから全然、うん、美味しく食べよでも長野さんも、ねうん、同じ女性としてどどうううういいここととされてますかどういうことでも私もラーメンとか大好きなので、うん、食べちゃいますけどラーメンだけは時間を考えればいいかなって。 あと1週間に毎日食べるとやばいけどどっか1日ぐらいだったら消化する <laughs> あみたいなことって18で車の免許を取ったのでもうすぐ、すぐ海行って花火してそれこそ夏なんでやったなーっていう。 あの思い出がはいあります。夏っぽいですね。はい、花火やってたんですね。花火やりました、ね。かなり青春ですね。はい、それはね。青春しました。はい。荒田さんは青春の思い出って何かありますか。青春の思い出。僕はそれこそ健徳が言ったように十五歳半で仮免取って十六で運転しながら学校行ってたんですよ。かっこいいな。だからなんか <laughs> その友達迎えに行って乗れよって言って一緒にあの学校行ったりとか。うん でも17歳から日本に来ていろんな作品出させていただいてなんか青春作品の中でたくさんさせていただいたなっていうのが大きいですそれこそ一緒にスペイン行ったりめいちゃんとドラマやったりしたので一つ一つが青春ですあの高校であの帰り道とかにご飯屋さんがいっぱいあったんでそこにこうみんなで今日はどこに入るかとか言って大体こう。 ファミレスなんですけどファミレスに入ってもうひたすらドリンクバーでつなぐみたいなのは今、やっぱりなかなかできないのでその学生ならではだったなって思いますね最長何時間ぐらいいたことありますかファミレスに。何時間いたかな、1、2、3、4、5時間ぐらい<ー>超迷惑なお客さんですよ、本当に。 学生時代って、そういう時間の過ごし方、本当に今思うと、貴重ですよね。楽しかったですね。暑いね、でいいんじゃない。暑いね。お天気の話。暑いね。うん、そうだね、ってことですよね。で、終わっちゃうか。そういうことだよね。多分、うんで、終わっちゃう。そっか。ああ、そうだね、ってなっちゃうのか。え、今まで、こう、先輩が、自分に接してくれた、ことを思い出して。自分が、先輩の真似をするっていうのは、どう。おお。違う。 うん、もう今の時点でねとりあえず僕は積極的に接するしご飯にも行きたいしご飯行きませんっていうし後輩かちょっとご飯行こうよっていうしうち来なよっってもいいし。